上東バイパスは、山梨県甲府市の国道411号バイパスである。上東通りにあたる甲府警察署前交差点から、横根線泉京南交差点までの区間は県都である、甲府市の市街を通っていることから自動車の往来が、激しいが、道幅が狭い上見沿線善光寺駅と近で、駅付近で通称。 カネンテと呼ばれるクランク状の箇所があることからカネンテ、渋滞と呼ばれる渋滞が状態化していた。この渋滞を回避するため1970年代に市街地を避ける形で甲府バイパスが整備されたが、今度は甲府バイパスと国道140号が交差する向かい町に交差点付近で渋滞が状態化するようになり、またモータリゼーションの発達により上等通りの 渋滞が再発するようになったことから、上東通りの南側に新たに4車線のバイパス道路の建設に着手し、横根線橋内交差点と向かい町に交差点の間にある東部市民センター南交差点を起点に、西側へほぼ直線的に伸び、中央4丁目交差点まで全長 3.6km の事業である。中央4丁目交差点からは先は、 山梨県道29号交付中央うばく地線で、平和通りや美術館通りが交差するあよい,い歩道橋交差点まで接続している。このうち東部市民センター南から先1丁目までの 2.9km が1985年より事業が開始された山梨県担当の当初区間で、その後東部市民センター南から笛吹警察署北交差点までの区間が2014年に、 追加されている。当初区間は32年を要し、2017年に全線開通。現在は追加区間及び、甲府市担当である朝木一丁目から、愛いい歩道橋交差点までの区間を整備中である。主な交差点、立体交差。中央四丁目交差点から、愛いい歩道橋交差点までの区間は、厳密には、バイパスの整備外であるが、都市計画道路、 和戸町竜王線の路線内に含まれることから、追記する。朝木一丁目交差点から、相生歩道橋交差点は、以下の通り。交付都市計画道路の変更。都市計画化。2014年8月23日閲覧。平成22年度公共事業事後評価調書。上等バイパス山梨県庁。愛機区間は、平成元年度着工と記載。 国道411号上東二来バイパス区間来月9日開通朝日新聞2017年10月13日閲覧ありがとうございます